とその妹典型的なマニエリスムの様式で描かれているマニエリスムとは、ルネサンス後期の美術で、イタリアを中心にして見られる傾向を指す言葉である。マンネリズムの語源。美術史の区分としては、正規ルネサンスとバロックの合間にあたる。イタリア語のマニエラに由来する言葉である。バザーリはこれに、自然を凌駕する行動の芸術的手法という意味を与えた。 ミケランジェロに代表される聖キルネサンスの成果は圧倒的であり、芸術は頂点を極め、今や完成されたと考えられた。ミケランジェロのデシバザーリは、ミケランジェロの手法を高度の芸術的手法と考え、マニエラを知らない過去の作家に対して、現在の作家が優れていると説いた。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ミケランジェロら聖キルネサンスの巨匠たちは、 古典的様式を完成させた。これを、バザーリは普遍的な美の存在を前提とし、最も美しいものをつなぎ合わせて、可能な限りの美を備えた一つの人体を作る様式、として、美しい様式と定義づけた。1520年頃から中部イタリアでは前述の巨匠たちの様式の模倣が目的である芸術が、出現し、マニエラは、芸術作品の主題となった。 その結果、正規ルネサンス様式の造形言語の知的再解釈が行われ、正規ルネサンス様式は、極端な強調、歪曲が行われるようになった。一方で、古典主義には、入れられなかった、不合理な諸原理を表現する傾向も現れるようになった。フィレンツェにおけるマニエリスムの発生は、1512年のジュリアーノ・デ・メディチの追放とそれによるメディチ家の、 フィレンツェの復帰、それらの社会的な緊張感の発生と芸術家への発注数の増加、ミケランジェロ・ブオナローティとラファイロ・サンティのローマへの移動によって起きたフィレンツェの伝統からの解放をハウザーは挙げている。またこの変化の中でマニエリスム様式の模範を作る重要な役割を果たした芸術家としてハウザーはヤコポダ・ポントルモを示している。しかし、 17世紀のピエトロ・ベローリは、ミケランジェロのマニエラの模倣者たちを非難し、やがて型にはまった世紀の欠けた作品という評価が支配的となった。この考え方は19世紀まで引き継がれ、マニエリスムは1530年頃からのローマやフィレンツェにおける絵画の衰退を意味する言葉として扱われた。 その後1956年にオランダのアムステルダムにて模様されたヨーロッパマニエリスムの勝利などをきっかけとして20世紀ドイツにおけるドイツ表現主義や抽象主義の流星によりマニエリスムも独立した表現形態であり抽象的な表現に見るべきものがあるとして再評価されるようになったハンガリーの芸術社会学者であるアーノルド・ハウザーは 辞書の中でマニエリスムの定義に関する重要なものとして、ウォルター・フリートレンダーの研究に触れている。フリートレンダーはマニエリスムを根本的に反古典主義的なものであると定義し、加えて逆説的な形式でのみその問題を語ることができるものであるとしている。またマニエリスムの研究で知られている美術史やのマックス・ドボルシャックはマニエリスムの本質を 精神性であるとしており、ハウザーはこれに加えてこれが世界を形作るだけではなくねじ曲げる要素としての働きをしたとしている。ブロンズイーの愛のアレゴリー。マニエリスムの特徴として、偶意が含まれた作品として挙げられる。マニエリスムは、正規ルネサンス芸術の明快で調和の取れた表現とも、バロック芸術の同感あふれる表現とも異なった。 特有の表現として位置づけることができる。パルミジャニーの長い首の聖母1534から1540年。聖母の抱いているイエスを見ると体が強く引き伸ばされている。古典主義では同じ大きさの柱を並べるのが一般的であったが、ビニョーラは古典的形態要素を自由に組み合わせ大胆な平面の建物を設計し、パラディオは ファサードの列柱の柱を代償混在させた。世紀ルネサンスまでの芸術作品は、教会や広場など、公共施設に置かれることが多かったが、マニエリス向きの作品の多くは宮廷などの閉じた、サークル内で鑑賞された。また様々な偶意を散りばめた立地的、怪獣な作品が好まれた。もともとは16世紀美術に対する概念であるが、現代美術に、 マニエリスムと共通する性格を認め、講義に用いる場合もある。文学においても、グスタフルネホッケの文学におけるマニエリスムが1959年に出版されるなど、美術のみならず影響を及ぼしていることがわかる。ありがとうございます。